ビルベルニエは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏のコミューン。ロワール川北岸にあるアンジューのコミューン。アンジェとトゥールの中間にあり、近接するコミューンは、アロンヌ、バレシュル・ロワール、サンランベルデ・レベである。ボージョは地方とソミロは地方にまたがって、君主に忠実なコミューンは、ロワール川のほとりに広がっている。自衛のため、 ロワールダニの住民たちは何、世紀にもわたって、コミューンの面積全体に接する堤防を築いてきた。大河に注ぐ支流の一つオシオン川も、野菜が育てられている農地を考えしている。ビルベルニエは、君主に、忠実なコミューンの魅力を作っている。いくつかの建築の宝を持っている。ロマネスク様式の教会と、ローネ荘園は、15世紀初頭、1414 14年に、 遡ることのできるルネダン中時代の建物である。ノートルダムで造礼拝堂は、その歴史が1843年のロワール川大洪水時に遡る。建物は円形で興味深い。三万部府と呼ばれる小さな港は、町の上流に1857年に作られた。その場所の橋にはかつて三万部府島があり、ロワールを行く。 平底船が怒りを下していた。参照元、1962年から1999年まで、人口の2倍カウントなし。1999年まで、イヘス、カジニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。